ウェブデザインの原です。本日もウェブスターにアップされる商品をご紹介いたします。サイズ、金額、状態のお問い合わせの方は、掲載後、ベルベル人ウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が、2月の8日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらチェックしてみてください。まずは、サーマルからですね、紹介いたします。タグの方ですね、こちらの方になっていて、サイズが L 表記になっております。はい。デュオフォルドみたいな、生地感のサーマルの1枚です。コンディションとしましても特にね、困るようなダメージ感は見受けられないです。サイズ L 表記ですね。僕が着用してちょうどいいバランスで着用できるようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いて T シャツ類ですね。まずこちらなんですけれども、タグがこちらのリードボディになっていて、サイズが L 表記です。100% コットンのポケティですね。ポケティのロンティになっております。はい。ターコイズブルーの色味ですね。特にこちらに関してもダメージというダメージは見受けられないかなと思います。サイズ L 表記ですね。僕が着用してもいい、バランスで着用できるかなと思います。こちらの方でお値段が5800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方ですね。こちらリーバイズのタグになっていて、サイズがミディアム表記になっております。100% コットンの赤ボディですね。にこちら、プリントがこちら、はい、フロントですね。入っているんですけれども、こちらデッドストックの1枚になっております。バックは何も入らないタイプですね。サイズミディアム表記ですが、現状ね、全然縮みも出ていないので、僕でも余裕で着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツになります。タグの方がですね、こちらの方になっていて、サイズが L 表記、50-50のネイビーボディですね。そしてこちらがプリント入っております。ラバーですかね。はい。ネイビーボディですね、特に、ひどい焼け感とかもなくて、バックのプリントも雰囲気いいかなと思います。はい。ちょっとしたね、まあ、軽いフェード感ぐらいはあるんですけれども、はい、全然着用には困らないと思います。50-50の L 表記。僕だとね、ちょっとタイトめに感じるようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方ですね。こちらのヘインズのタグで、サイズが XL 表記です。100% コットンの白ボディに、アメリカの星条旗のプリントがラバーで入っております。はい。フロントのみのパターンで、白ボディですけども、かなり綺麗な状態だと思います。サイズも XL 表記。このボディは好きな方も多いかなと思います。いいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が5800円に消費税になります。続いてこちら T シャツです。タグの方はこちらスクリーンスターズ。こちらのタグの方になっていて、サイズが XL 表記。100% コットンの白ボディですね。こちらのフロントのパターンのプリントになっております。こちらに関してもコンディションでめちゃめちゃいい状態だと思います。はい。サイズも XL 表記ではありますが、この80年代の XL 表記というところもあって、僕だとね、ちょっと脇回りがきつく感じるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらお値段の方なんですけれど、7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらの方になっております。サイズが L 表記ですね。はい。100% コットンの白ボディですね。こちらのプリントが入って、サムライ、はい、入っております。はい。こちらに関しても白ボディですけれどもね、全然目立って汚れもなくて、コンディションはいい方なんじゃないかなと思います。サイズも L 表記ですね。僕が着用して、ちょっとゆったり着用できるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらでお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがですね、こちらのスクリーンスターズのタグで、サイズが XL 表記になっております。はい。で、ベージュボディですね、にこちらのプリントが入っております。ラバープリントで入っておりますね。はい。コンディションとしましても、全然着用に困るものは見受けられないです。サイズも XL 表記っていうところもあって、そこまで縮みも出ていなさそうですね。かなり僕がゆったりするようなオーバーサイズのシルエットになります。こちらでお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグですね。アンビルのこちらのタグでサイズが L 表記になっております。はい。で、白ボディの 100% コットンですね。にこちらテントウムシのプリントが入っていて、はい。バックもですね、こちらテントウムシのピースマークのプリントが入っております。いいですね。はい。サイズもこちらで L 表記になるんですけれども、アンビルの L 表記僕も結構好きなサイズ感です。はい。こちらでお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらのデルタのタグですね。サイズが L 表記になっております。はい。そして 100% コットンの白ボディですね。にこちら、はい、プリントがフロントにスケートボーズ入っております。はい。で、まあ、ちょっとね、うっすら、薄汚れがね、ちらほら見受けられるコンディションなんですけれども、本当映像でも伝わりづらいぐらいの、本当目立たない感じになっております。サイズも L 表記というところもあって、僕が着用していいバランスかなと思います。こちらお値段の方が12800円に消費税になります。
続いてこちらの T シャツです。タグがこちら M&M のタグですね、はい。サイズ表記なんですけれども、こちらで一番下ですね、XL 表記になっております。はい、100% コットンの黄色ボディになっていて、こちらのプリント、キャラクターが入っております。でバッグには何も入らないです。はい。そしてサイズ XL 表記というところもあって、かなりゆったりとオーバーサイズで着用できるかなと思います。こちらでお値段7800円に消費税になります。もう一枚、M&M's の T シャツですね。タグが同様のこちらになっております。サイズ表記の方がですね、こちらもちょっと切れちゃっているんですけど、XL 表記で間違いないと思います。でこちらもグリーンボディですね、にキャラクターのプリントがこちらに入っていて、フロントのみのパターンです。はい。こちらも XL 表記で僕はかなりゆったりと大きめに着用できるサイズ感になっております。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてシャツ類入っていきます。まずこちら寝るシャツですね。タグの方がこちらカーハートのタグになっております。でサイズ表記なんですけれども、こちらミディアムレギュラーという表記になっております。はい。で青ベースですね。に白と黒のチェックのパターンになっております。まあ、若干のフェード感はあるんですけども、全然ダメージというダメージはね、本当に少ない1枚だと思います。サイズミディアムレギュラーという表記でしたね。こちらで僕が着用して、いいサイズ着用できるかなと思います。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらになっております。はい。サイズ表記の方がね、こちらなんですけれど、一番上の方に16から16ハーフというふうに印字がうっすら読み取れます。L 表記ぐらいの感覚だと思います。で、グレーボディですね。こちらリネンボディになっております。はい。で、着用もね、全然できるようないいコンディション。そしてサイズが L 表記っていうところではあるんですけれど、僕が着用してね、着丈が若干短く感じるくらいのサイズ感かなと思います。はい。ボックスシルエットいいと思いますよ。こちらでお値段7800円に消費税になります。続いてこちらのシャツです。タグがですね、こちらの方になっております。ちょっとブランドタグが切られておりますが、サイズ表記 S 表記で 100% レオンのボディですね。に、ベージュボディ、ベージュですかグレーですかね。ちょっと、際どい色味なんですけども、こちらデザインシャツになっております。ポケットの感じがすごい変わっておりますね。はい。で、レイオンボディですけれども、こちらも特別ね、目立ったダメージ感はないかなと思います。サイズ S 表記なんですけれど、全然ね、まあ、シルエット面白いと思います。肩もね、めちゃめちゃ落ちてますし、僕でも余裕を持って大きめに着用できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらのシャツになります。タグの方がこちらですね。はい。サイズ表記なんですけど、ミディアム表記になっていて、100% レオンのボディですね。に、こちらは総柄で、はい、この柄が入っているパターンになっております。はい。まあ、年代としてね、そこまで古いものではないですけれども、レオンの状態もすごくいいかなと思います。でサイズ表記、ミディアム表記ではあったんですが、僕でもね、着用自体には困らないようなサイズ感かなと思います。うん、いいですね。こちらなんですけれど、お値段ですね。すみません。こちらで7800円に消費税になります。続いてフリース類紹介いたします。まずこちら、アークテリックス。こちらのタグ、こちらの、はい、スタンプですね。サイズがミディアム表記になっております。そして、ハーフジップのパターンになっております。ブラウンベースの色味ですね。はい。こちら、袖の方にもですね、こちらの、はい、アークのロゴも入っております。コンディションとしましても、特別ね、目立ってのダメージ感は見受けられなくて、まだまだ着用していただけるかなと思います。サイズ、ミディアム表記というところではありますが、僕でもね、全然着用には困らない、いいサイズ感だと思います。こちらでお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちら、パタゴニアですね。タグの方なんですけれども、ちょっとね、こちらサイズ表記の方は欠損しております。で、胸元ですね、こちらのデカタグがついていて、80年代の1枚になっております。で、グレーボディですね、ちょっとフリースの表面上に少しね、毛玉、ダマになってるようなものは見受けられますけれども、ダメージというダメージは全然ね、ないかなと思います。はい。そしてサイズ表記はちょっと確認取れませんでしたが、かなり大きめのサイズ感です。XL はあるかなと思います。僕でも全然大きめに着用できますね。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらもパタゴニアですね。タグの方なんですけれど、こちらのサイズ表記でミディアム表記になっております。はい、いわゆるパイルジャケットですね。で、胸元の方にもこちら70年代のこちらのタグがついております。はい、そしてリブにはラインの入る、ちょっと後期型のタイプですね。はい。になっていて、ちょっとうっすらね、ところどころ、シミ汚れが残っているような状態ではありますが、ダメージというダメージは全然ないです。はい。
で、サイズ表記ミディアム表記だったんですけれども、縮みもあんまり出ていなくて、僕でもねギリギリ着用ができるぐらいのサイズ感残っているかなと思います、はい、こちらでお値段が 49,800円に消費税になります。続いてセーター類のご紹介です。まずこちらラルフローレンのこちらですね、タグの方がこちらになっていてサイズが L 表記になっております。でこちらなんですけども、ボディがカシミアのボディになっております。青ボディに赤のスモールポニーが入っております。コンディションとしましても特別ねこう目立つようなダメージ感は全然見受けられないいいコンディションだと思います。サイズも L 表記っていうところなんですけれど、僕が着用していいバランスで着用できるかなと思います。こちらでお値段の方が 12,800円に消費税になります。続いてこちらのセーターです。タグの方ですね。こちらもラルフローレン。こちらのタグになっていて、サイズが XL 表記になっております。背後率、こちらのボディになっております。そして、ハーフジップのパターンですね。はい。そして、パステルっぽいパープルの色味になっていて、はい、ポニーなしの1枚になっております。はい。サイズも XL 表記っていうところなんですけど、僕が着用するとね、かなり袖が長いサイズ感になりそうです。はい。こちらでお値段なんですけれども、12,800円に消費税になります。続いてこちらのセーターです。タグの方ですね。こちらのタグになっていて、はい、サイズ表記ちょっと記載がないんですけれども、ジャガードのセーターですね。青ボディにこちらノルディックの柄が全体的に入っているパターンになっております。はい、でサイズ表記ちょっと、S、M、L で言うと、そうですね。L 縮みぐらいでしょうか。僕が着用すると着丈だけね、ちょっと短く感じるようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段 12,800円に消費税になります。続いてこちらのモヘアのカーディガンですね。タグなんですけれども、こちらのシアーズのタグがついております。サイズがミディアム表記ですね。そしてオレンジの、単色ボディになっております。そしてポケ付きの仕様です。いいですね。はい。でこちらに関してもコンディションはね、全然目立つようなダメージ感は見受けられなくて、はい。グッドコンディションだと思います。はい。サイズミディアム表記になるんですけれども、僕でも、ギリギリ着用できるようなサイズ感残っているんじゃないかなと思います。いいですね。こちらでお値段が 49,800円に消費税になります。続いてこちらもモヘアカーディガンですね。タグの方、こちらキャンパスのタグがついております。サイズが L 表記です。そして 25% モヘアの感じるボディですね。そしてこちらに関してはブラウンベースにちょっと、グリーンとイエローの柄が入っているパターンになっております。こちらもね、全然コンディション困るような点は見受けられないのかなと思います。ちょっと袖の入り口ぐらいですか。この辺にね、少し小穴はあったりするんですけれども、全然気にならない方がほとんどだと思います。サイズ L 表記というところですが、これはちょっとね、縮みは出ている感じはしますけど、それ込みでも僕は全然着用できるサイズ感残っていると思います。こちらの方でお値段が 49,800円に消費税になります。続いて、リバースウェーブご紹介いたします。まずこちらがタグがですね、90年代こちらの WXL の表記になっております。グレーボディにラバープリントが1段でジョージア入っております。はい。コンディションもね、めちゃめちゃいい状態だと思います。綺麗ですね。サイズも WXL っていうところなんですが、僕が着用すると着丈長めのサイズ感になります。こちらで 12,800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグなんですけれど、こちらも90年代サイズが XL 表記になっております。グレーボディでこちらラバープリント2段ですね。大きめに入っております。ちょっと首元ね、少しポツッと傷があったりはしますけれども、ほんとそれぐらいですかね。全然ほんと他に困るようなものは見受けられないです。サイズも XL 表記ですね。僕が、ゆとりを持って着用できる需要の多いサイズ感かなと思います。こちらも 12,800円に消費税になります。続いてもプリントのものです。タグですね。こちらも90年代。こちらは L 表記です。はい。で、ラバープリント1段ですね。こちらコーネル入っております。コンディションとしましても、こちらもですね、特別困るようなものは見受けられなさそうです。サイズで L 表記。こちらが僕はちょうどいいサイズ感で着用できるかなと思います。こちらで 12,800円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。タグの方なんですけれど、こちら90年代の XL 表記です。はい。グレーボディにラバープリントがこちらも1段ですね。ジョージタウンと入っております。ちょっとね、プリントの横に少し、インクがついてるようなコンディションではありますけれども、ダメージというダメージはね、こちらを見受けられないです。はい。サイズでこちら XL 表記になるんですが、パーカータイプだと僕はね、XL 表記もちょうどいいサイズ感で着用できます。こちらなんですけれど、お値段ですね。22,800円に消費税になります。それでこちらのパーカーなんですけれども、タグがですね、ちょっと一部分のみ残っていて、こちらになっております。で、ただこの部分でも単色、70年代の単色タグっていう確認が取れます。そしてサイズ表記なんですけど、おそらく XL 表記かなと思います。
こちらに結構身幅もたっぷり残っているサイズ感ですね。はい。で、フードの、付け根から下の方までちょっと裂けちゃってるこの雰囲気になっております。そして、ハトメの方もね、こちら欠損しているコンディションになっております。ネイビーボディに胸元ワンポイントでこちらラバープリントが入っております。で、この、こちらがちょっとダメージ感を着てるっていうとあるんですけども、他はですね、ちょっとほんと細かいところだと思います。ポケットの付け根だったりとか、袖の付近もですね、こういった感じで細かいスレがあるぐらいのコンディションです。はい。で、バックの方はね、これ特別困る点はないのかなと思います。はい。で、サイズがおそらく XL 表記だとはお伝えしたんですけれど、僕でもね、余裕を持って大きめに着用できるいいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段なんですけれど、29,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグなんですけれども、オールドキャップ、こちらの方になっていて、サイズが L 表記になっております。はい、そして、プルオーバーのタイプですね、こちらになっております。はい、で黄色ボディになっていて、コンディションとしましても特別目立った汚れだったりは見受けられないのかなと思います。サイズも L 表記ですね、こちらでも、オールドキャップ、かなり作りも大きいので、僕らがバッと大きめに着用できるサイズ感です。こちらでお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。タグの方がこちら、マクレガーのちょっとドリズラになっております。サイズ表記44の表記ですね。ジップがこちらのタロンジップ使われております。はい、でグレーという、今、パタゴニアでいうユーカリのような、ちょっと際どいグレーのボディになっております。はい、でコンディションとしましてね、この袖の入り口が少しスレ感は見受けられるコンディションなんですけれども、はい。まあ、あと薄汚れぐらいですか。まあ、ただ特別困るものは見受けられないのかなと思います。サイズ表記も44表記。かなりね、サイズたっぷり残っているシルエットだと思います。僕も全然余裕で着用できます。はい、こちらの方でお値段15,800円に消費税になります。続いてこちらも同様のマクレガーのタグですね。こちらのタグになっております。はい、サイズ表記46の表記ですね。そしてジッパーの方がこちらのジッパーが使われております。コンバーですかね。はい、そしてこちらですね、ヌバックのようなレザーのタイプになっていて、ポケットもね、こちらの下目の位置についております。はい。そして、バックもこういった感じですね。はい。まあ、ちょっとしたね、この襟周りか肩周りに少しね、フェード感というか、若干気持ち焼けてる感じはありますけども、本当ね、着用に困るような支障が出るものは全然ないのかなと思います。サイズ表記も46表記というところもあって、かなり肩幅もね、大きく取られていて、僕は着用するとだいぶオーバーサイズになりそうです。はい。こちらお値段なんですけれど、25,800円に消費税になります。それで、こちらリーバイスの G ジャンになります。パッチなんですけれども、こちら残っていまして、はい。ロットが、75505になっております。サイズ表記42の表記になっております。で、赤タグですね。こちらの方にしっかり残っていて、で、内タグの方なんですけれども、こちらの方にですね、はい。内タグも残っている製造国なんですが、こちらカナダ製の1枚になっております。はい。で、コンディションとしましても特別ダメージ感はないんですが、ちょっとね、色抜けがあったりとか、ちょっとした、はい、色味が少し難点があるポイントはあるかなと思います。はい。ですが、こちらですね、シルエットもかなり良くて、着丈も長くて、ほんと着やすい形だと思います。僕でもね、T シャツ1枚とかでいいシルエットになりそうです。はい、こちらでお値段なんですけれども、12,800円に消費税になります。続いてこちら、リーのストームライダーですね。タグの方がこちらになっております。ちょっとサイズ表記などはね、読み取れない状態になっておりますけれども、でこちらピスですね。MR も入っている。70年代入ってからの1枚かなと思います。はい、まあ、色落ちこそしてはおりますけれども、袖の色落ちもね、めちゃめちゃいい雰囲気に仕上がっている1枚だと思います。はい、まあ、袖の入り口がね、若干擦れてる感じはありますけれども、特にね、ボディに対してのダメージっていうのは少ないのかなと思います。はい、サイズなんですけれど、こちらで、実寸42はあると思います。僕でもね、着用しても全然困らないようないいサイズ感です。はい、こちらの方でお値段なんですけれど、22,800円に消費税になります。続いて、こちら、スーベニアジャケットですね。はい、A 面の方はですね、こちら、トラと、こちら、竜が入っていて、バックですね。こちらに、はい、ジャパンと入っております。はい。で、こちらです。B 面になると、こちら、グリーンボディになっていて、竜が入っているパターンですね。両胸と背中も竜のパターンになっております。そして、ジッパーなんですけども、こちらのジップになっております。はい。
コンディションとしまして、この色移りというか、少しね、色焼けだったりとかは見受けられるコンディションにはなるんですけれども、はい、本当ひどいダメージ感というのは特別ないかなと思います。はい、そしてサイズ感なんですが、こちらは SML で言うと、まあ、ミディアム縮みぐらいの感覚でしょうか。僕だとちょっと着用は難しいサイズ感にはなってしまいますが、小柄な男性だったり女性にもぜひおすすめのサイズ感になっております。こちらでお値段の方が 59,800 円に消費税になります。続いてウールジャケットですね。タグの方がこちら、シアーズのヘラクレスのこちらタグになっております。そしてこちらですね、チェックのパターンもね、かなり鮮やかでいい配色だと思います、うん、でコンディションとしましても、ウールボディですけれども全然ね、困るようなダメージ感は見受けられなさそうです。ちょっとベルトがね、欠損してるのかな。はい。でサイズなんですけれど、こちらもかなり大きいサイズ感ですね。44相当はあるのかなと思います。僕が着用してもね、全然余裕で、はい、ゆとりを持って着用できるような大きめのサイズ感になっております。こちらでお値段が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらのウールジャケットになります。ちょっとタグの方はね、こちらボディのタグ欠損しているんですけれども、ジッパーの方がですね、こちらのジッパーがコンバージッパー使われております。そしてネイビーボディのウールですね。そしてこちらに関してはハンドメイドというかカスタムの1枚になっております。はい。そしてウールの状態もね、まだまだ、はい、綺麗な状態保っているのかなと思います。このボタンとかもね、このネイビーのボタンが使用されてたりとか、かなりね、こだわるところこだわっていて、かなりいいポイントかなと思います。でサイズ感なんですけども、ちょっと難しいんですが、こちらで実質38ぐらいだと思います。僕が T シャツ1枚とかで着用するとちょっとビタッとなるようなサイズ感だと思います。お値段なんですが、こちら 25,800 円に消費税になります。続いてこちら、ちょっとコートがね、2枚続くんですけれども、こちらまず1枚目ですね。タグの方が、あ、こちらか。こちらについていて、こちらのタグになっております。はい。そして黒のウール地ですね。になっております。はい。かなりロング丈の1枚になっていて、コンディションとしましても、ちょっと表面上の少し擦れだったりとかはあるんですけれども、ひどいダメージ感はね、全然なさそうです。でサイズ感もちょっと難しいところにはなるんですけれども、こちら36から38ぐらいかなと思います。ちょっと脇下あたりはね、結構タイトな作りになっております。ちょっと僕が着用すると結構ビタッとなるようなサイズ感だと思います。はい、かなり雰囲気のある一枚ですね。こちらでお値段の方が 39,800 円に消費税になります。それでこちらになるんですけれども、タグの方がですね、ちょっと危ない状態なんですが、こちら内ポケットの内側、こちらの方ですね。このタグがついている、ちょっと取れかかっている状態なので、本当危ない状態ではあります。はい。で、こちらダブルの、作りになっているロングのコートですね。はい。ウールボディですけれども、こちらに関しても特別ね、困るようなコンディションというのは見受けられないです。はい。非常にね、ウールの状態もいいかなと思います。はい。で、サイズ感なんですけれども、こちらで、ちょっと難しいんですが、すいません。42相当かなと思います。僕でも全然着用には困らないようなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段なんですけれども、25,800 円に消費税になります。それでスニーカーを一足ご紹介いたします。こちらニューバランスの990の V5 ですね。サイズなんですけれども、ちょっとこちら側の方が見えやすいです。すいません。ちょっとそれでも見えづらいんですが、こちらサイズ表記11の表記だと思います。はい。サイズ表記ちょっと見えづらくはなってるんですけど、ボディのコンディション自体はね、かなり良好だと思います。はい。外側もね、かなり綺麗ですし、まだまだ履ける状態だと思います。こちらでお値段が 15,800 円に消費税になります。それでパンツ類に入っていきます。まずオーバーオール1点ご紹介いたします。こちら、ちょっとブランドタグはついていないんですけれど、このボタンの刻印ですね、見ていただければ、カーハートの刻印になっております。はい。50年代頃の1本かなと思います。はい。そして色味もね、程よく落ち始めてるような色味。バックの方もこういった感じですね。はい。で、実質のサイズ感なんですけれども、こちらウエスト38インチ、レングスが33インチです。501のパンツで34インチとか35インチがちょうどいい方にバッチリなサイズ感かなと思います。こちらで 45,800 円に消費税になります。続いてこちらなんですけれども、ポロカントリーのパンツになります。タグがこちらですね。はい。
でサイズ表記の方なんですけれど、こちらの方にね、ちょっと紙タグで、はい、残ってはいるんですが、ちょっと、はい、こちら、ウエスト33のレングスは36という表記になっております。はい、そして、ちょっとコンディションとしましてね、こちら、左の太ももあたりですでしょうか。この辺に少しダメージ感があったりとか、この膝付近にもね、少しスレがあるようなコンディションにはなっております。はい、バックもこの感じですね。実寸サイズ、こちらですね。ウエストの33インチ、レングスが31インチに丈上げされている一本になります。はい、こちらで、お値段の方が6800円に消費税になります。続いて、ベイカーパンツですね。こちらなんですけれども、はい、タグがこちらの方にですね、ウエスト34のレングスが33の表記になっております。で、こちらボタンフライの仕様の一本ですね。はい。ユーズの状態ですけれども、まあ、ちょっとね、薄い汚れがこの辺にあったりとか、ちょっとね、この左足の方にもちらほら見受けられるコンディションではありますが、ダメージというダメージは、ね、全然なさそうです。はい。実寸がウエスト32インチのレングスが31インチです。3231。かなりゴールデンサイズな一本かなと思います。こちらで15,800円に消費税になります。続いてもベイカーパンツ、こちらですね。タグの方なんですが、すいません。ちょっと内側ですね。サイズ表記の方ちょっと欠損しております。はい。こちらのタグはね、しっかり残っている一本ですね。36という表記が、手書きで書かれております。で、こちらに関してもなんですけれど、ボタンフライの仕様の一本です。はい。こちらもユーズの状態ですけれども、先ほどのものよりはかなり状態綺麗かなと思います。実寸サイズ、ウエスト36インチ、レングスが28インチです。3628。めちゃめちゃサイズバランス良さそうですね。こちらも15,800円に消費税になります。続いてこちら、アメリカ製の501になります。はい。パッチからいきますか。こちら、ウエスト34インチのレングスが32インチの表記。そして赤タブもしっかり残っております。はい。で、こちらなんですけれども、ちょっと色味がね、少し、変わったような、あまり見かけないような色味になっております。こちら、実寸サイズの方が、ウエスト31インチ、レングスが28インチになっております。3128。はい。めちゃめちゃバランスいいサイズ感ですね。こちら、お値段の方が12,800円に消費税になります。続いて、こちらなんですけど、こちら505になります。はい。で、めちゃくちゃいい色ですね。はい。ちょっと裏面ですね。パッチの方欠損しているんですけれども、こちら、黒缶抜き、そして赤玉もしっかり残っております。クロスオーバーと呼ばれる年代の一本です。内股もシングルステッチです。はい。実寸サイズ、こちらでウエストが36インチ、レングスが31インチ。めちゃめちゃいいサイズ感ですね。ゴールデンサイズだと思います。めっちゃいい色ですね。こちら、19,800円に消費税になります。続いて、こちら、アメリカ製の501になります。はい。裏面からいきますと、ウエスト36インチ、レングスが32インチの表記。そして、赤タブがこちら。レジスターのみ、こちらですね。残っております。はい。で、程よくね、細かいヒゲが入っていたりとか、いい感じの色味に仕上がっている一本だと思います。実寸サイズ、ウエスト33インチのレングスが32インチ。ウエストのみ結構縮んでる一本。ぜひ、いかがでしょうか。こちらで15,800円に消費税になります。続いても、こちらアメリカ製の501ですね。はい。パッチからいきますと、ウエスト、こちらも36のレングス32の表記。赤タブも残っております。はい。でこちら先ほどのものよりもね、色落ちはしておりますが、いい感じに、はい。髭だったりとか入ってる一本です。実寸サイズがこちらでウエスト34インチのレングスが31インチ、3431。ザ・ゴールデンサイズっていう一本ですね。はい。こちらで15,800円に消費されます。続いてこちらが517ストレッチになります。ジッパーの方がこちらリーバイジップになっていて、裏面ですね。パッチも残っていて、ウエスト34、レングスが30の表記です。で、タブも残っております。はい。こちらもね、色味ちょっと落ちてたりとか、センタープレスが入ってる一本ではありますが、サイズめちゃくちゃいいです。3430表記からの実寸、ウエスト34インチのレングスが29インチ。34ニック、めちゃくちゃいいサイズだと。こちらで15,800円に消費税になります。続いてこちらなんですけども、646になります。ジッパーの方ですね。こちらスコービル、先細のスコービルジップが使われております。で、裏面ですね。こちらなんですけれども、オレンジタブ、ちょっと擦れてはいますが、一応ギリギリね、確認は取れます。はい、スモールEですね。はい。そして、この色味もね、ここまで落ちきってるような色味、なかなか珍しいと思います。はい。
実寸サイズこちらでウエスト35インチ、レングスが32インチです。3532。はい。ぜひこの辺いかがでしょうか。こちらで19800円に消費税になります。続いてこちらなんですけども、今日ね、66後期と赤耳モデルめちゃくちゃ大量に入っております。まずこちらなんですけども、501になっていて、はい、裏面ですね。こちらなんですけど、ウエストが30インチ、レングスは38インチの表記です。そして赤タブもしっかり残っております。そしてチェーンステッチ。そしてトップボタン裏なんですけども、こちら、この向きですね。3桁の数字になっております。赤耳モデルですね。はい。でこのペンキが飛んでる雰囲気もね、なかなかなくて、はい、お好きな方には刺さる一本だと思います。実寸サイズ、ウエスト28インチ、レングスが34インチです。ニッパチ34。ぜひ、身長の高い女性にいかがでしょうか。こちらで29,800円に消費税になります。続いてもこちらですね。501になるんですけれど、はい、裏面いきますか。こちらで、ウエスト31インチ、レングスが33インチの表記です。そして赤タブもちょっとね、印字が薄れていますが、確認を取ります。はい。そして、トップボタンなんですけども、こちらもこの向きですね。3桁の数字になっております。こちらも赤耳モデルの1本ですね。はい。ちょっとポケットの入り口がね、こういった感じでダメージ感来てたりだったりとか、ベルトループがこういった感じで切られていたりっていうコンディションにはなりますが、こういった雰囲気、お好きな方、かなり刺さる1本だと思います。実寸サイズ、こちらでウエスト30インチ、レングスが31インチになっております。303インチ。サイズある方、ぜひおすすめです。こちらで39,800円に消費税になります。続いてこちらなんですけども、こちらも501ですね。はい、いい色ですね、はい。裏面いきますと、こちら、ウエスト31インチかな。ちょっとレングス読み取れないです。すいません。そして赤玉はレジスタのみので、こちらもチェーンステッチです。でこちらトップボタン裏なんですけれども、こちらも、はい。ちょっと読み取りづらいですが、この向きですかね。3桁の数字になっております。はい。で、こちらもですね。はい。いい色に仕上がっていて、また下がね、少しリペアが入ってる一本にはなりますが、全然まだまだ長く履ける一本だと思います。うん。レングスもいいですね。オリジナル。実寸サイズ、ウエスト30インチ、レングスが31インチです。303インチ。うん。この辺もね、サイズハマる方、めちゃめちゃいい色ですよ。お値段39,800円に消費税になります。続いてこちらですね。こちらも501になります。裏面からいきますか。ちょっとパッチの方はね、綺麗になくなっておりますが、赤タブですね、しっかり残っていて、こちら、チェーンステッチですね。で、トップボタン裏なんですけども、この向きですね。6番の部分になっております。66後期です。で、こちらに関してもね、色落ちは程よくしている一本ですが、コンディションのいい一本だと思います。はい。困るようなダメージ感は特別見受けられなさそうですね。実寸サイズがこちらでウエスト30インチ、レングスが34インチです。はい。さすがにね、この34インチのレングスがジャストサイズって方はちょっと少ないとは思うので、こう、溜めて履く方だったりとか、ロールアップした履く方にもおすすめです。こちらでお値段が 39,800 円に消費税になります。続いてこちらも501ですね。はい。でこちらなんですけれど、パッチの方はこちらも綺麗になくなっておりまして、赤タブがついております。で、こちらもチェーンステッチの一本です。そして、トップボタン裏がこちらの向きで6番の向き。こちらも66後期の一本ですね。でこちらに関しては、ヒゲがいい感じに入っております。はい。そしてなんかダメージ感もね、ダメージとかリペアか。この辺もね、いい雰囲気に仕上がってる一本です。実寸サイズ、こちらでウエスト31インチ、レングスも31インチです。3131。履ける方多そうですね。こちらで29,800円に消費税になります。続いてこちらですね。こちらも501になりますね。はい。そして裏面からいきますと、こちらでウエストもちょっとレングスは32インチの表記かな。ちょっとウエスト読み取りづらいです。で、赤タブも残っております。そしてチェーンステッチです。そして、トップボタン裏ですね。ちょっと見えづらいですが、66後期の年代で間違いないのかなと思います。はい。で、こちらに関してもね、程よいいい色に仕上がってる一本です。はい。うん、特にね、困るようなダメージ感もこの辺はなさそうですね。はい。実寸サイズ、ウエスト33インチのレングスが32インチ、3332。はい。サイズハマる方。ぜひ押さえておいてください。こちらで39,800円に消費税になります。
続いてこちら505になります。こちらですね、ジッパーが4人いたのもこちらのジップになっていて、裏面ですね、ちょっと見ていただくと、パッチもちょっとギリギリ残っていて、ウエストとレングス、おそらくどちらも30インチの表記かなと思います。そして赤タブですね、こちら擦れてはいますが残っております。そしてシングルステッチですね、501でいうと66前期と同じ年代の1本です。はい、そしてちょっと腰に関してはね、ダメージ感が正直多い、リペアが正直多い一本にはなるんですけれども、股下だったりとか、膝部分もですね、こういった感じでリペアが施されている一本です。レングスの方はこちらオリジナルの一本かなと思います。耳なしですね。はい。で、実寸サイズになるんですが、こちらウエスト30インチ、レングスが29インチです。サンマルニック、細身の男性、ぜひいかがでしょうか。こちらで 25,800 円に消費税になります。続いて、コンですね。はい。501なんですけども、裏面からいきますか。パッチも残っていて、ウエスト40インチ、レングスが32インチの表記です。そして、びっくりです。そして、ホッチキス、デッドストックの時のホッチキスもまだ残ってるっていう状態。この毛羽立ちの残り具合ですね。めちゃめちゃ濃いですよ。はい。まあ、これだけ濃いので、ダメージもね、全く見受けられない状態です。レングスの方もオリジナルの一本になっております。実寸サイズ、こちらでウエストの方が38インチ、レングスが30インチ、3830。ウエストもレングスもね、2インチずつ縮んでる状態です。はい。こちらで39万8千円に消費税になります。続いてこちら501ダブル X になります。はい。501でダブル X なので、こちら裏面ですね。隠しリベットも付いていて、スレーキリベットはカッパーのものになっております。はい。そして裏面見ていただくと、パッチの方はね、綺麗になくなっております。そして赤タブもこういった感じで擦れてる状態にはなってたりとか、バックポケットもね、ちょっとダメージが来てるようなコンディションになっております。はい、ただこちらですね、ボタンの方なんですけれども、足長 R かな。ちょっと確認が取れるかなと思います。はい。まあおそらくギャラ入りの年代でね、間違いないのかなと思います。ちょっとポケットの入り口もね、こういった感じで簡易的なリペアが施されてたりとか、擦れ感があるような状態。そして、レングスの方もこちら上げられてる一本にはなっております。はい。しっかりチェーンステッチですね。実寸サイズになるんですが、こちらウエスト31インチ、レングスが27インチ、3127。はい。竹上げされてるとはいえ、このレングスなかなかないと思います。はい。こちらお値段が 79,800 円に消費税になります。続いてこちらリーからですね。はい。11Z になります。ジッパーがこちらのタロンジップ使われていて、タグがですね、こちらの黒タグが使われております。はい。そして、裏面見ていただくと、パッチも残っていまして、ピスネームも、こちらレディースさんのみのもしっかりついております。そして、もうパッと見ても伝わるとは思うんですが、かなりウエスト大きいサイズです。なので、このポケットのね、この離れ具合というか、めちゃめちゃリーらしい雰囲気のいい一本だと思います。はい。で、こちらに関してのコンディションですね、また下に関しては特別問題なさそうです。はい。そして、レングスの方ですね。こちら、竹上げがされている一本にはなりますが、はい、耳なしの、こちらですね。そして、赤いものと一緒に洗ったんだと思うんですけど、ちょっとね、色移りが少し、裏地にしている一本にはなります。表地はね、特別目立つ感じは見受けられなさそうです。はい。実寸サイズ、こちらですね。ウエスト42インチ、レングスが30インチ、4230。はい。結構ね、デカバキっていう感じのサイズ感になる方が多いとは思うんですけども、はい、レングスも短めでね、結構バランス取りやすいかなと思います。こちらで 79,800 円に消費税になります。ウェルベージュの方でスタッフ募集を行っております。履歴書の方を、直接お店にお持ちいただいても構いませんし、郵送でお送りいただいても構いません。何かご迷惑であればお電話いただけるか、インスタグラムのダイレクトメッセージで対応させていただけたらと思います。よろしくお願いします。